ミスタイムさん、おはようございます。いや、人はいろんなところでね、なんかこう心触れ合うもんですよね。今回は元ホームレスというところで共通項が見出せるというね、大変珍しいパターンでございます。私も興味津々でございます。何よりもね、私もホームレスをやっておりました。広島の平和公園というね、誰もが知っているところで、私はね、日本一もうなんか豊かなホームレスだったんじゃないかなと思いますよね。広島のあの平和公園でホームレスができた。通常は名もなき公園でホームレスをしている、そんな例はあるんですけども、私はね、世界に名だたる平和公園でホームレスをさせていただいた、まあ、非常に貴重な経験をさせていただきましたんでね、それも込みでちょっとズームライブ楽しみにしてます。よろしくお願いします。それではいってらっしゃい。